お疲れ様です。お疲れ様です。前半ナイスゴールでした。まず今日の試合を振り返っていただけますか。はい。まあ、僕自身があまりその3、4、3をやるときにあまり出てなかったので、まあ、V 字っていう形になってたんですけど、まあ、でも、もうチームはもう攻め続けようと言ってたので、まあ、前半からこう前から圧かけて相手にボールを握らせないようにしようと言ってたので、結局そういう流れでやっぱああいう失点が生まれたのでいいことかなと思います。あの横の選手が入ってボールを収まったところをこぼれ球が来るかなって意識していたですか。そうです。もうシュートを打った時にはキーパーが弾くんじゃないかなっていうのを予測をしてたので、まあ、こういいところにボールが来たので、まあ、あとはもう沈めるだけだったと思います。ただその後失点してしまって、結果的には引き分けという3試合連続引き分けという結果になってしまいましたけども、そのあたり、試合終わって他のチームメンバーとかと話しされたりとか感じるところはありましたか。そうですね。もうディフェンダー陣にはほんまにずっと守ってもらっているので、まあ、たった1失点なので僕らがこう 2,3 点取れば何問題はなかったので、やっぱこうフォワード陣の課題っていうのはどうしてもこう出てしまっている部分もありますけど、まあ、流れ的にもいい形では作れているんで、これをもう次につなげたら、まあ、もっといい結果になるんじゃないかなとは思います。まあ、今日ちょっと予想外の天気が良くなって暑さもあったかと思うんですけども、それでも久保選手最後まで走り切ってたと思います。そのあたり、体力面だったり暑さのあたり何か感じたところがあれば教えてください。そうですね。僕はあんまり暑かろうが寒かろうがあんまり変わらず走れるので、あんまり天候は気にしたことはないんですけど、まあ、逆にこう相手の方がやっぱ疲れてはくれるんで、やりやすさはやっぱどうあるんで、まあ、こう夏のこう自分を見せれたらなとは思います。じゃあこれから、気温も上がっていきますし、相手にとっては苦しい気候になっていくかなと思うんですけど、そのあたりはもう僕は自分の武器になるかなと。そうですね。もう負ける気は全くないんで、やっぱ体力面で負けたら僕はもう使ってもらえないと思っているので、もうそこで圧倒していってこうチームを助けれる存在になれたらいいかなと思います。今日花園での開催で、非常にお客さんとの距離が近い、すごい臨場感のあるスタジアムですけども、改めて今日の試合どのように感じたか教えてください。そうですね。もう、前半がちょっとあの向きが変わってコートの攻める向きが変わったので、やっぱサポーターの前でやっぱ点を取れるっていうのはもう誇らしいことですし、やっぱそういうシーンを何回も作っていかないとやっぱいけないなと改めて思ったので、こうやっぱサポーターにはゴールっていう最後の形で、でもそれを勝利を送ることが僕らの仕事やと思うので、そこはもう継続して もっとたくさんネットを揺らしてこうサポーターとこう笑顔で分かち合えたらなと思います。次の試合で、リーグ戦は半分終わって折り返しになります。次の試合に向けて意気込みをお願いします。そうですね。まだリーグ戦まだまだ半分もありますし、僕らも位置的にもまだ全然狙えると思ってますので、全然諦め受けはさらさらないので、やっぱ一戦一戦っていうのを本当にトーナメントって考えて、やっぱチームの部類でやっていかないと J3 っていうのは見えてこないと思いますけど、それでもこうチームの雰囲気っていうのは大事だと思うので、あんまりこう悲観せずにポジティブに捉えて、また来週やっていかないといけないなと思います。最後に今日も応援してくれたサポーターにメッセージをお願いします。3戦うまく勝てなくて、サポーター自身も歯がゆい気持ちだと思っているので、やっぱ僕らもこういうそういう、こう雰囲気っていうのを感じてるんですけど、やっぱどっかでこうやっぱ勝利できればまた言いながら持ってこれるとは信じてるので、僕らもサポーターにはこう、信じてもらって、僕らもそれに応えられるようにまたやっていきますので、応援よろしくお願いします。